みなこんにちは、ハリーです。ポーティーラッシュタージガイ、今回なんですけれども、トゥーティーコクチャー環境キャラランキングやっていきましょう。さあですね、登場しました、ドリー&ブロリー。まあ強い、マジでこの二人、まあ、ブロギーかいやマジで強くって、どっちもですね、環境キャラランキング入ってきます。単刀直入に言っちゃいますと。で、まあその順位とかね、誰に強い誰に弱いとかっていうのがすごく大事になってきますし、この2体が環境に入ってくることによって、このキャラがきつくなるよねとか、ここでこうすることはできなくなるよねみたいなのがすごく多くなってきました。なので、まあ大幅な変更っていうのはないんですけれども、細かく動いているキャラランキングとなりましたんで、前回のキャラランキングと比較しながらね、見ていきたいと思います。その前にチャンネル登録数10万7000人ありがとう。しまくっていきますよ。前回チャンネル登録してくださった方が 0.4% いたようなので、 73.2% まで減りました。皆さんありがとうございます。まだね、 73.2% の方がチャンネル登録まだということなんで、ぜひね、この機によろしくお願いします。はい、まずこちらですね、前回考えた、まあ、ブロギー&ブロリー実装前の、まあ、キャラランキング、こんな感じなんじゃないかなっていうのを想像して作ってみてます。まあロジャーが変わらず強くて、セラフィムルッチと続いていって、シャンクスが落ちるんじゃないかと、ブロギーが増えてくれば、まあ、結局フェンダーで今活躍できる2番手になるんじゃないかっていう予想だったよね。でジャブラはドリーよりは活躍できないんじゃないかっていう予想で、ブルーノとシャンクスの間っていうのも空いてないし、ここの2人がまあ同率で S ランクかなっていう感じのランキング表となってたよね。でクエットルフィーがそこまで通用しなくなるんじゃないかなとか、まあ、セラフィムと対面することは多くなるんじゃないかなとかっていうのがよく想像していて、まあ、キットアンドローも強いんですけど、まあ、ニカとかよりは弱いよねということで、 A ランクのギリギリのラインにいるんじゃないかなっていう予想をしてます。まあ、ここからどんぐらい変わったかっていうのをね、比べてみた方が結構早くわかると思うので、まあ、今回のキャランキング作ってきました。それはこちら。はい、こんな感じですね。キャランキングになりました。まあ、僕的にはこれなんじゃないかなと、すごくしっくりしてます。何が変わったかっていうと、まずポイント一つ目が、シャンクスよりブルーノの方が正直今環境活躍しやすいと僕的に思います。まあ、なんでかと言いますと、まあ、ブロリー使ってみて分かるんですが、ブロリーですね、これ増えますとどうなるか、セラビムで2つ守るので両サイド守れるとなると、ブロリーのところにはシャンクスはいけないとなると、セラビムのところに行かなきゃいけなくなるので、セラビムから旗を取れるキャラクターの方が強いんですよ。でさらにブロリーの弱点としては機動力になってるので、機動力で対抗して上回ることができるキャラクターが必要ってことになってくるんですよね。となると、まあ圧倒的にブルーノの方が環境的規制があるんですよ。まあ、見れるキャラクターとかっていう面で範囲がすごく幅広いのはシャンクスですし、 KO したりとかできるので、そっちの方が強いよっていう評価をしてる人は多分シャンクスの方がいいんですよ。ただ勝負に勝ちたいとかなった場合はですね、今の環境シャンクスよりも旗を確実にセラビムから取れる、このブルーノの方が今現状環境の中でかなり重宝します。めちゃくちゃ強いです、ブルーノ。それがまずシャンクスとブルーノのこの2体の評価になってるんですが、まあ、この2体の後の2体でね、注目はジャブラなんですよ。これね、もうめちゃくちゃ驚いた。これどんぐらい使った人がいるかわからないんですけど、ジャブラはですね、ドリアン&ブロギー余裕です。マジで余裕です。びっくりするぐらい強いんですよ、ジャブラが。でこの2体を確実に完封できて、なおかつルッチとかセアビム、ロジャー、ブルーノ、もうここら辺のシャンクス以外のキャラクターたちを全員見れるジャブラがめちゃくちゃ今優秀です。本当に強いです。なのでもうジャブラ持ってるよって人はですね、ぜひ使ってください。まあ、ただなんでここのね2人に勝てないかというと、まずそもそもアタッカーっていう時点でちょっとゲッターよりは評価は低くなってます。でなおかつね、ブルーノは敵無視アートダッシュ、シャンクスに関しては KO できるキャラクターの幅が広いということと、幅の中に環境キャラクターたちが多くいるということで、まあ、シャンクスの方が強いと言われてますし、ジャブラはね、この前はシャンクス KO できたんですが修正されてできなくなりました。なのでこのジャブラにとってはもうシャンクスは結構きついキャラクターの一人になってしまったんですよね。なった時に、まあ、やっぱこのキャラクターたち今いけるけど、シャンクスよりは低くなるっていう形になってますし、シャンクスはブルーノよりも現状環境で活躍しにくくなってるので、まあ、ブルーノの方が活躍しやすい、幅が広いということで、まあ、ブルーノ、シャンクス、ジャブラの順番なんじゃないかなと思ってます。まあこれはあくまで参考にしてほしいんですけども、まあどの点を評価するかによってここは人によって変わってくるところなんじゃないかなと思いますね。まあ、例えばブルーノの方がもうルッチよりも正直いいし、ルッチより旗取れるよっていう人もねいると思うので、まあ、ここですって
ていうかっていうね人もいると思うんですけど、まあ、そこはまあ人それぞれですね。まあ、僕的にはまあブルーノがなんで S ランクに入らないで S なのかというと、いろんな点が挙げられると僕は思ってます。例えば耐久面とかに関してはもう弱いです。旗を握っちゃって取って、まあ、取るまではいいんですけど、その後手自陣になった後はもう火ダメージ減少とかなくなるんで、その点かなり弱くなりまして、ごっつり KO されます。で1体とかもないんでね、その点きついです。状態上とかも入っちゃいます。そんな考えてみた時に、まあ取り際とかに弱いっていう点から考えてみてもね、これらゲッターたちと比べてみると、まあ、ちょっと差ができてしまうのはまあ見えていますし、タイマー性能とかにおいてはやっぱブルーノは弱いですので、まあ、ラストもうほんと数十秒の戦いになった時はめちゃくちゃ強いんですよね。だからその場面は結構分かれるんですけど、その場面っていうのがめちゃくちゃ重要で、ラスト数十秒で強いキャラクターは、まあ、結局勝利に結びつきやすいんで強いんですよ。なのでまあ個人的にはブルーノの方がシャンクスよりも旗は取れるということで評価してます。機動力もいいしね。はい、ということでまあこんな感じが SS ランクと S ランクなんじゃないかなと思ってますね。でルッチは結構機動力がいいキャラクターになってます。まあその点ブルーノと同じように機動力がいい、なおかつ割合ダメージは結構いろんなキャラクターに入ります。ドリーとブロギーには入んないんですけどね。まあそんででも、まあ、このキャラクターたちには入るし、爪痕状態は結構優秀ですし、何よりブロギーに強いです。はい、このキャラクターはですね、ブロギーが旗を取ることや、まあ、吹っ飛ばしとか防御無視の性能を持っているということで、結構貫通してねダメージ与えられるんで、環境の中で唯一と言ってもいいほどブロギー対抗できているキャラクターなんですよね。まあ、結構優秀なんでぜひ使ってみてください。 KO してから取るっていうのがブロギーにぶっ刺さってます。そして A プラスランクです。ドリー入れてみました。まあ、ドリーなんですが、まあ、正直こっちでもいいかなと思ったんですよ。 S ランクこっちじゃなくてね、 S ランクでもいいかなと思ったんです。まあ、なんでかというと KO できたりとかっていうことで結構優秀なんですけれども、ここからがちょっと大事なのが、増えた時にどうなるって話なんですよ。ブロギーが増えると、まあ、ここら辺の位置になってくると思うんですよね。また確実に1個守れるので強いので、なので、まあ、ブロギーはここら辺に位置してもいいんですけど、例えばドリーが現状のアタッカー、ルッチアタッカーモードになれるので、まあ、それをアタッカーだとカウントしてみて、ルッチジャブラのように2体ずつドリーが入っていたとした時にどうなるかというと、そこまでここのキャラクターたちを比較して KO できないんですよね。まあルセラフィンは無理ですし、まあ、ロジャーは時間がかかります。シャンクスはいける、ブルーノもまあ KO できなくはない、火力は入るので、ダブラは絶対に無理、ブロギーも無理、ルッチも無理となった時に、まあ、ここら辺のキャラクターたちに対してそんなに KO を取れないんですよ。で主要キャラといったら今ゲッターたちを KO できるジャブラの方が圧倒的に優秀なので、そういう点も考えてみた時に、まあ A プラギリギリっていう感じなのかなっていう風に思います。 S ではないかなっていう。ただまあ A にはならない理由としてはシャンクス KO できるんですよ。まあ、その点すごく優秀かなと思いますね。シャンクス KO できるキャラクターたちほとんどいないんで、ここら辺はもうちょっと粘るしかないキャラクターたちなんでね。そう考えた時に、まあ、それだけでも A プラに入る環境のランキングの順位になってくるんじゃないかなと、ポテンシャルは秘めてるんで結構優秀かなと思うので、ドリーは A プラで評価してます。まあ、そして A ランクなんですが、エクエットルフィ、ニカ、ロジャー、キドロと評価しました。キドロに関しては前回のランキングの表を見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、A ランクのそのままです。ただ、まあ、上のキャラクターたち3人が下がってきたので、2人が下がってきたのでここに入ってきますし、誤算だったのはエクエットルフィ、結構優秀でした。このキャラクターですね、さっきプライベートで使ってみたんですが、めちゃくちゃ戦えましたね。ブロギーからも旗は取れますし、押し出してね、割合が入んなかったりとかするのでちょっときついですし、回避支援とかもないので、なのでその点影響を受けないブロギーの方が強いんですけれども、機動力っていう点においては圧倒的にエクエットルフィが強い。そして1位になることが多いです。ドリーだとワンパンできるんですが、ブロギーはそういうワンパン性能が1体貫通とかないので、まあ、エクエットルフィは貫通できないんですよ。となると僕がずっと使っている予作メダル、これがぶっ刺さります。ぶっ刺さった結果、旗を抜くのも遅いブロギーは高層マンションが立ってるみたいなもう立ちあがってこっち向かってきた高層マンションみたいな感じのイメージしかならなくて、もうマジで何もできないので、エクエットルフィは結構優秀でしたね、使ってみて。でまあその機動力とゲッター性能っていうのはここら辺のキャラクターたちにはないですし、演出することはできないので、まあ、ここのキャラクターたちよりかはちょっと A プラに近い A かなと思います。じゃあなんで A プラではなく A なのかというと、ドリーの1体無視の効果には耐えられないんで A プラではなく A なんじゃないかなっていう評価になってます。まあ、その他ゲッターキャラクターを使うんだったら今ロジャーとルッチでいいんで、わざわざエクエットルフィを使う必要がないということなんですよね。まあ、一発逆転ができたりとかするところが強いですし、ステージによってはすごいデカすぎるので、ブロギーがいる場合とかはね結構ぶっ刺さったりとかするということで、まあ、使う人もいると思うので、まあ、一応ここで評価しておいてます。あとニカとかに関してなんですが、ディフェンダーは、まあ、圧倒的に1つ旗を守れるブロギーの方が1枚2枚も上
手です。で、月体に対して KO できるので、KO しやすい性能っていうのもめちゃくちゃ評価してます。まあね、ニカルピンに関してはディフェンダーモードになってしまった後ね、火力上がんなかったりとかするんで、一回ダメージを与えてアタッカーモードになってバジュアングを打ってとかっていうのが結構優秀だったりするんですけど、まあ、そうじゃなきゃね、ちょっと刺さんなかったりとか、KO できないっていうことで、今の環境ゲッターたちを KO できるブロギーの方が、個人的には評価が高い。あとはロジャーとかキッド&ローは一緒ですね。まあ、キッド&ローに関しては、さっきの動画でも紹介した通り、ブロギー、ドリー、この黒属性のキャラクターたち、めちゃくちゃ強く出れます。なので、ぜひね、使ってみてください。この2体だけは強いです。それ以外はきついんで、あんま評価されてません。そしてこっちはサンジ、エス山、ゾロ、アルベル、ホークなんですが、このキャラクターたちは、ドリー&ブロギーたちに強いキャラクターだ。まあ、単発ですね。ワンポイントキャラクターと思ってください。まあ、これらのキャラクター、端っこ属のキャラクターたちはですね、このワンポイントで強いキャラクターになってるので、まあ、結構優秀ですし、まあ、ワンチャン頑張れば、相手によってはいけるキャラクターたちということで、こうね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今のね、環境キャラランキングまとめてみました。前回の暫定キャラランキングが大きく変わったというと、ブルーノとシャンクスの順位が変わりました。ジャブラがめちゃくちゃ優秀で幅を利かせてきてます。今、まあ、この後もしかしてこの3強たちがね落ちてくることになれば、ブルーノが上がったりとか、そのままねジャブラも一緒に上がったりっていうことも大きく考えられるので、まあ、ここら辺の3人の順位とプラスブロギーくらいは様子を見てみんなちょっと考えた方がいいかなと思いますね。そして最後にブロギーとドリー引いた方がいいですかっていうこともコメントが多いと思うんですけど、またそれはね後ほど詳しく解説するんですが、まあ、今ざっと話してみると、まあ、正直引かなくていいです。ステイでいいです。これ無課金者の人とかに関してはね、ブルーノ級のキャラクター来たら引いてって言うんですけど、ゲッターではなくディフェンダーとアタッカーなんで、この後活躍できるかどうかの保証はありません。ブロギーではなくドリーの方に関してはめちゃくちゃ限定的なキャラクターになってます。あの破棄解除があったりとか、得意属性のみっていうとね、もう白属性しかいないんで、なったらもう本当に白属性で破棄解除の強化状態持ってるキャラクター今後いつ登場するか分かんないからね。ということで、まあ、正直ドリーに関しては当たっても使いどころがないですので、まあ、今後はねサポート要員にしかならないんじゃないかなと思いますね。ブロギーに関しては、まあ、今後もちょっと活躍すると思います。まあエケットルビーとか上がってくることになればここら辺と変わると思うんですけど、まあ、能力者じゃないんで、いい能力者なので能力者環境が来たとしても活躍できるっていうのはいい点なんじゃないかなと思うので、まあ、ブロギーは持っといた方がいい。めちゃくちゃ強い。なので、まあ、持っておいた方がいいキャラクターと持っておかない方がいいキャラクターの2体があるんで、まあ、正直、スルーでいいかなと思いますね。ジャブラブルーのくらいのね最強別元キャラクターたちが来れば、まあどっちも当たりなんでいいんだね。まあそこら辺はちょっとぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。見ててみましょう。ということでお会いしましょう。ではまた詳しく紹介します。